ムロハルは見た。見たんず。ムロカサトミです。一人です。一モニが終わって現在まだ午前中なんですが、今日はどうやら高速道路を使ってちょっとお出かけということなんですが、それ以外知りません。今日は高速道路を使いまして、まあ、一問に終わりの室岡さんと一緒にちょっと美味しいものなど食べに行こうかと思ってます、うん、でなんかどうやらこれがはるかルートと対決的な。そうです。でしょ。はるかさんは別日に一緒に行きますよ、違うところに。だから私は今回は三沢と三笠に行くけど、はるかは別でまた別の場所に行くっていうことですよね。でどちらが本当に高速道路を使って楽しめたかっていうのを戦うってことでしょ。そう、戦いだね。戦いだよね。そう、戦い。戦いね。そう、戦い。やるよ、うん、私はやるよ。じゃあ行くよ。もう行くよ。まあ行くか。今回のロケなんですが、実はネクスコ東日本の皆様、ネクスコ東日本の皆様のご協力により今回実現いたしました。くだらないね、ムロハルは見た、はい、あんなものにご協力してくださる方がいらっしゃった。初めてですね。初めてですね。頑張ってきてよかったです、ね、いろんなことやってきました。顎と肘くっつくのかとか、くしゃみするとき目開けられるのかとか、飛行機どっちの方が飛ばせんのかとか、くだらないことやってきましたけど、そういうの見ててくれる人がいるんですね。そうだね。ありがたい。あ、岩見さん遊びしてるよ。一瞬で看板が。岩見さんサービスエリアに着きました。あっちだぞ。こんにちは。こんにちは。ソフトクリームを一つお願いします。はい、かしこまりました。350円です。どうぞ。はい、来ました。もスーパーミルキー超濃厚。スーパーミルキーの詳しい説明だっていただいてもいいですか。いやいや、スーパーミルキーはスーパーミルキーでしょ。すごい濃厚。あの牛乳っぽいっていうよりも本当にミルキー。ミルキーミルキー。なんか牛乳、生クリーム、練乳使ってるみたいです。すっごい濃厚です。食いしん坊なんでソーセージも食べます。待ってくださいね。ソフトクリーム最高。室岡さん口からソフトクリーム出ませんでした。トンデンファームの行者ニンニクを使ったソーセージ、北海道ならではですね。いただきます。めくりくり。わっ、わっ、餃子ニンニクの香りすごい。わっ、
しいこれ。会社を出てから1時間ぐらいが過ぎました。岩見沢サービスエリアに着いて記念撮影をしたり、美味しいソフトクリームを食べたり、そして美味しいソーセージもいただきました。まだ時間がありますので、もうちょっとドライブ楽しみたいと思います。さあ、そして続いて三笠市に参ります。そこには高校生プロデュースのレストランがあるということなので、高校生でしょってね思う人ね、やっぱねね多いね、いますよね。岩見沢サービスエリアから15分ほど車で走ってきまして、着きました。三笠高校生レストラン、イエーイ。あっという間に着いたんですけど、ちょっと言いたいのがすごいです。もう見るからに超本格的。三笠高校の皆さん、すいませんでしたすごい、これは本格的です。びっくりしましたね、ちょっとついて私たち、うん、びっくりしました。そして自分を恥じた何を言っているんだいい大人がと、本当にお前には一体何ができるんだと、私には何もできない、すごい、とにかくすごい。なんか食べるものもいっぱいあるんですよね。だってそうですね、だし三笠のインターチェンジから5分ぐらいでしたかね。そう、もう本当にインター降りてすぐ、しかもまっすぐ、そう、とにかくまっすぐ、うん、近い、すぐ来られる、多分すごい料理があるんだと思うじゃあ行きますか。行きましょう、行く。木製を基調とした本格的なレストラン。ちょっと自撮りがうまくできない。普段は販売なんですが、今日は特別に温めてもらいました。では肉じゃがの中華まんいただきます。とっても大きいです、見て、ドカン、すごくないですかこの大きさ。多分これ1個食べたら超満腹。すごい、あの中華まんって聞くとドーム型イメージするんですけど、フォカッチャみたいに上がちょっと編んであるというか、ネジネジされていてすごい可愛い。ちゃんと高校生レストランっていうのもちゃんと入ってます。夜勤がついてます。ではどうしよう、かじる割る、かじる、かじる。ではいただきます。うん、肉じゃが初めてだよ。もちもち、生地もすごい美味しいです。すごいね、もう一口目からがっつり肉じゃが食べられます。これ、これ高校生が考えたってすごいこと。アップルシナモン味です。見た目はあんまりバニラと変わらないような、主に白なんですけど、ちょっといただきます。うーん、シナモンすごい、うん、おいしい。リンゴもすごいシャリシャリしてて、何より結構シナモン強めなので、本当に食後に口がすっきりする。誰高校生だからねみたいな言ったの、誰
誰誰さ誰私だよさあこの三笠高校レストランでしっかりと肉じゃが中華まんそしてジェラート堪能しました。これからまた高速道路を使って札幌に帰りたいと思います。これからですね三笠インターチェンジから高速に乗って札幌まで帰ります。さあさあみんな来ましたよ。 ETC ETC 今 ETC を通りました。たった今また再び高速道路に乗ってます。今まさに高速道路に乗りました。競馬じゃない大事故だ。これマックス2回しかできないからそうだそうか貴重だなと思って今やった方がいいかなと思ってやってみました。あっという間に札幌インターに着きそうです。本当にあっという間。三笠インターから乗りましたけれども体感としては1分大げさ。体感としてはでも本当に15分ぐらいあっという間に着きました。おしゃべりしてる間に北海道の素敵な風景見てる間にあっという間に着いちゃいます。なんかそんなに時間ないなって思ってもピュッと行って牛も食べてピュッと帰ってこられるっていうのが高速道路便利だなと思います。ビジュアル担当のはるか笑い担当の室岡みたいなのあるじゃないですか。写真に写真ビジュアルですよ。やっぱビジュアル。いやけど僕が見た限りですよ、うん、今日相当笑い担当の写真も撮れてますよ室岡さんは。本当ですか、はい、でもやっぱ皆さんね写真目で見てあ可愛いなはるかちゃん可愛いなっていうそれでねあこっちのルートの方がいいなっていう。もう本当にあなたはルートを見てますかあなたが見てるのははるかじゃないですかっていうのは本当にやめていただきたい。さあ HTB に到着しました。午前中にここ札幌を出発して帰ってきたのがお昼過ぎです。だいたい3時間くらいでピュッと行って帰ってこられました。美味しいものも食べていい景色も見て楽しいドライブできました。あとははるかとの対決に勝ちます。